小林市立東方中学校です。テーマは確かな学力を身につけた生徒の育成。発表者は日高先生です。アドバイザーは日本女子大学名誉教授の吉崎先生です。それではこの後進行、吉崎先生よろしくお願いします。日高先生、画面の方。はい、あ、日高先生、はい、吉崎です。どうぞよろしくお願いします。知ってますでしょうか。はい、あ、日高先生大丈夫ですね。はい、小林市東方中学校は、規模として小さな学校なんです。そしてさらに先生方の教員移動も2年間の間にだいぶありました。でも大変な中で多大なる研究成果が出たと私は思っております。そしてその成果は多分いろんな学校にとって参考になるんだろうと思います。まず、日高教頭先生の方からまずお話しいただいて、その後私がそのことの意義をコメントしたいと思います。じゃあまず、日高先生よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは画面共有をさせていただきます。画面の方が共有できてますでしょうか。ありがとうございます。それでは先ほどご紹介ありましたけれども、本来であれば、研究室の山口が発表を行うところだったんですけれども、ちょっと体調崩しておりまして、私の方から発表させていただきます。よろしくお願いいたします。本校の研究の概要をご説明させていただきます。本校は研究次第を確かな学力を身につけた生徒の育成、由来を具体的対話的で深い学びにおける ICT の活用を通してと設定し、研究を進めてきました。本研究を行うにあたり、生徒が将来生きていく未来はどうなっているであろうかと考えたところです。テクノロジーの発達による社会構造の変化、未知の病気との戦い、いろんなことが起こる可能性がございます。そういう変化が予想される未来を生き抜くために必要な力として、本校は確かな学力というキーワードを設定しました。本校ではこの確かな学力を予想できない状況に対応して、自分を律し、また自分を律し、充実して生きていく力と定義しました。確かな学力は思考力、判断力、表現力と、情報活用能力が合わさったものだと定義しております。そこで本校では確かな学力を構成する思考力、判断力、表現力について図のように定義しました。普段我々は何かの物事に対処する際、さまざまな情報をもとに思考しながら同時に自分の価値観でも判断しています。また表現しながら同時に思考や判断も働かせている場合があります。この思考力、表現力、判断力は相互に関係しているもので切り離せないものだと考えたところです。また、情報活用能力は情報収集能力、情報分析能力、情報統合能力の4能力に分かれ、順序性があると考えました。各能力の定義は図の通りです。本校では確かな学力を育成するために土台となる資質、能力や基礎的な学力が必要であると考えました。思考力、表現力の土台となる基礎的な学力は、基礎的な学力 A の土台の上に基礎的な学力 B が構成されていると考えます。情報活用能力を構成する資質能力は、知識、技能をもとに思考力、判断力、表現力等が養われ、学びに向かう人間性に向かっていくものだと考えております。そして、それらの基礎的な学力や資質能力が関連を持ちながら、思考力、判断力、表現力と情報活用能力を構成しているものと考えます。これまで説明してきた思考力、判断力、表現力と情報活用能力を育成するためには、
各教科で主体的、対話的で深い学びを授業改善に取り組む必要がありました。そこで本校における主体的、対話的で深い学びを主体的な学び、対話的な学び、深い学びの3つに分け、図のようにそれぞれ定義を明確にしたところです。研究1年目は各教科の特性に応じた主体的、対話的で深い学びを生む授業構成のあり方と効果的な ICT 活用について研究実践に取り組みました。主体的な学びの場面では効果的な ICT 活用として電子黒板やタブレット PC を用いて復習事項の確認を行ったり、学習課題や目当てに対する自分の考えなどをまとめさせたりしています。この時、板書を用いて本次の学習課題や目当て、到達目標や行動目標を疑問文で明示するようにしたところです。対話的な学びの場面ではグループやペアの学習形態を取り、事業支援ソフトのグループ化機能を用いて各自の考えを共有させ、比較検討させたり、タブレットの動画で個人の動きや集団の動きを確認させ、お互いの良い点や改善点などを話し合わせたりしています。深い学びの場面では、タブレット PC と事業支援ソフトを用いて、学習課題に対する結論と根拠を画面にまとめさせたり、発表者の画面を各生徒のタブレットに提示し、発表する内容を見やすくするなどしております。また、タブレットとドリルアプリケーションを用いて、生徒に学習した内容を習熟させることもしております。生徒自身が新たな考えを獲得したかどうかの評価につなげたり、学習した内容が長期記憶として生徒に残るよう意識して授業実践に取り組んだところです。研究2年目は、研究1年目に取り組んだ各教科の特性に応じた主体的、対話的で深い学びを生む授業改善と、効果的な ICT 活用の実践をもとに、総合的な学習の時間における問題発見、探究型学習の実践に取り組みました。その際、研究内容と方向性を共有するため、総合的な学習の時間における問題発見、探究型学習の定義を図のように定義したところです。本書においては、以前より総合的な学習の時間に、コスモス化というキャリア学習と地域学習を組み入れた学習を実践しております。本校では、このコスモス化の中で中学校全学年の共通教材である小林シリーズを用いて問題発見探究型の学習過程になるよう各休業中に各学年の職員で分担して単元構成を練り上げました。第一学年では小林が抱える問題について学習し、第二学年では逆に小林の良さを学習します。そして第3学年で1年生と2年生の学習を受けて、小林の未来像について考える学習を行います。これらの学習を各学年で行うにあたり、生徒の問題解決能力を高めるために、図に示した通り、ステップ1からステップ5までの段階を見ながら学習活動を行うように工夫しました。こちらは昨年度11月9日に行われた3年生コスモス科の様子です。教師は電子黒板とタブレットを用い、学習課題や学習の流れを分かりやすく生徒に提示しました。生徒はタブレットと授業支援ソフトを用いて、小林氏の良いところをカードに書き出し、4人1組のグループを作り、授業支援ソフトの画面合体機能で、それぞれのカードを相談しながら整理したところです。整理した内容は、各グループの付録者がまとめ、最後に各グループの発表者が、生徒のタブレットにまとめた内容を提示するというような形で行ったところです。また、本校と東方小学校は、平成29年7月に小林市の ICT 推進校に指定され、全校研究を行ってまいりました。
小学校では1年生からタブレット PC を活用しており、学年が上がるにつれてタブレットの操作方法が成熟しているのが分かります。ところが、先ほどもありましたように職員の定期移動もあり、ICT に不安を覚える職員もおります。そこで職員が ICT リテラシーや、スキルの負担を高められるように計画的にタブレットの操作方法についての校内研修を行ったり、宮崎大学と連携して、講義演習等を行ったりしております。やはりこのような取り組みを地道に積み重ねることが大切だというふうに考えております。また職員や生徒は授業以外でも ICT 活用に積極的に取り組んでおります。ペーパーレスでの職員会、 Zoom を使った休息時間の生徒会の役員の演説であったり、生徒総会における子どもたちが教師の指示をタブレットを活用して聞くなど、授業以外での活用も進めているところです。これまでの研究実践の検証結果として、情報活用能力については、こちらの表にあるように、上昇傾向であります。この結果から、本校の生徒は情報活用能力が向上したと言えるのではないかと考えております。次に、宮崎学力学習状況調査の平均との比較ですけれども、こちらにおいても、変容を見ることができるかというふうに思います。活用力が上がってきているというふうに考えます。特に国語、社会は県平均を上回っておりますし、数学、理科においては前年度からの改善も見られます。最後に研究の成果と課題です。成果としましては、研究、定義を明確にできたことで、同じ方向性を持って職員が実践に取り組めたこと、生徒の情報活用能力が向上したこと、学習過程の改善や効果的な ICT の活用により、生徒の思考力、判断力が向上したこと、計画的な研修により、職員の ICT リテラシーやスキルが向上したことが挙げられます。最後に課題ですけれども、職員間の ICT リテラシーやスキルの差をどのように継続的に少なくしていくかということ。問題発見探究型の学習についてさらに研究実践を深めること、本校の実践を、広く発揮していくこと、こういったことが課題に挙げられております。最後になりますけれども、財団の方々、吉田先生に、課題のご支援いただいて研究が進められたかなというふうに思っております。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございます。簡単になりますが、東方中学校の研究の成果となります。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっと共有外していただけますか。すいません、ポストの一回外してもらっても大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。はい、時間がだいぶ押しておりますので、私の方で簡単にだけ成果の意味をお話してみたいと思います。本校の特色なんでございますが、いろんな面で成果が出ておるんですが、ちょっとスライドショーが開けにくい状況なので、はい、ありがとうございます。ここはもう時間がないのでこれだけしますが、本校が出しているその確かな学力っていうものが、思考力、判断、表現力、情報活用で、2年目が問題発見解決能力ということを入れてやったわけでございまして、これがまさに21世紀の資質能力ものを明確に示していたと思います。最初の思考力判断力については宮崎調査、それから情報活用能力については本校独自の、他の学校も参考にしながら作ったもので評価をしたということでございます。ここの本校の最大の特色は、主体的対話的で深い学びのをどう考えるかということを明確にしたことです。いろんな学校で主体的対話的で深い学びということがあって、私もいろんなところ見てるんですが、明確な定義っていうのはなかなかない。でここはですね、自分との関係、自分の考えとの関係で考えたんですね。これまでの自分とつなぐ、今まで学んできた経験、学習したこととつなぐ、本人の課題ですね。それは主体的である。他の人との考えとつないでいくというのは対話的。それでその学んだことを踏まえて、
自分の中でどういうふうにそれをまとめていくのかっていうのが深い学びであるとに捉えていました。で、一つだけ事例を話しますと、これ1年生のフリースローの体育の授業だったんですが、そのこれまでにやったもののビデオが自分の中に残っております。前回やったものですね、フリースロー。それとその本字はですね、高校生 の、 バスケット部の子がやったモデルとなるフリースローなんです。それを比較しながらですね、自分の本字の課題っていうものを確認して実際に実践をすると。で、実践をしたものを他人と比べながら考えて、それと前回学んやったものと今回の動画をこれを比較していくと。ここが深い学びですね。で、最初の段階が主体的、そして対話的と。で、このようにして課題が出されて、自分の、ビデオと比較しながらか。で、これが撮ったものです。で、これを、自分の、これ映像です。そしてそこで、この人と比べながらやってですね。で、そして最後に自分で前にやったものとどう変わったのかっていうところに深い学びがあるというふうにですね。非常に一連の流れの中で、奇襲のこと、現在学習、そういうものがつながっていたということでございます。で、これはちょっと時間がない、理解を外しますが、まとめはこういうことです。本校はですね、まずとにかく ICT を使っていく段階を踏まえまして、それからどういう授業場面で ICT を効果的に使うかを考える段階。ここまでをしっかりやったということです。で、その後、どういう子どもたちにどういう ICT を使ったらいいか、それはどういう習熟度、どういう今、興味関心、考え方、そして、学習タイプですね。こういった子に応じた指導の在り方っていうものを考える段階に来たと。ですから、本校の大事な点は、この3の段階の今の個別最適とか共同学び行くためには、主体的、対話的、深い学びっていうものをしっかりやる必要がある。第2段階が大事なんだということを示した本校の研究でございました。で、共有を外します。じゃあ、時間がもう限られているんですが、会場の皆様、また、オンラインで参加の皆様、質問ございますでしょうか。できました、お願いします。会場の方ありますか。今のところ、質問ないようです、会場は。はい。どうですか。Q&A の方では、本校の場合の主体的対話的深い学びというものが明確に定義されて、学習の流れの中でどのようにそれがどう位置づくのかということを明確にして、多様な教科の中でそれをやったということが本校の特色であったと思います。2年度の総合的学習の時間では、いわゆる探究的な学習というものを深めて問題発見解決能力を育てたいというのが2年目。ここはまあ今後の続く課題だったと思います。時間が非常に限られておりましたので、これ次伸ばすと次の、発表に影響が出ますので、じゃあここまでにさせていただきたいと思います。どうも、日高先生ありがとうございました。ありがとうございました。